こうやって朝ごはんを食べるのも、いよいよ明日でおしまいだね。うん、そうだね。僕、赤ちゃん見るの楽しみなんだ。帰ったら、ゆずきさんによろしくね。明日は午前中にお父さんが来るらしいから、ここにいる間にやってしまわなければならないことは、全部今日中に終わらせちゃうんだよ。はーい。あのさ、何？やめた。なんでもない。変な子ね。なんでもないってば。変なやつ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。調べちゃう？あれ、いないな。あの子、ごちそうさまもしないでどこ行っちゃったんだろう。おじさんのタコを頑張って高く上げ、
あんたがいなくなったって誰も寂しいなんて思わないんだから。絶対絶対そうなんだから。みんな、いなくなったと思って探してるよ。え？誰がいなくなったの？あんただよ、ちび娘。何よそれ。とにかく家に帰ったら？いやよ、私はここですることあんだからさ。それより家の近くに私のリボン落ちてなかった？朝なくしちゃってさ、輪ゴムで止めてるんだ。みんな心配してるよ。しつこいわね。あんた、なんとかしなさいよ。私の下僕でしょ。なんだそれ。しつこいってば。いい、お前こそ。いい。あんたってさ。なんだよ。いいよもう、勝手にして。なんなんだ。しつこいって。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。お母さん、調べ帰ってきたよ。いや、心配したけど何でもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ごめんなさい。あれ、珍しく素直なんだ。これあげる。え？あげるってば。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ボクくん、おばちゃん家の女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？うん。おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、ああ、私は生まれてきてよかったな。そしてあの子たちの母親になれてよかったなって、そう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。それはよかったわ。ありがとう、僕くん。おばちゃん、本当は東京でちゃんとプロのカメラマンになって、自分が死んだ後でも作品を残せるような人になりたかったんだ。でもあんなに可愛い子を二人も後世に残せるんだから、結局野望を実現しちゃったのかな。あれ、そういえばこの話、今まで誰にも話したことなかったのに、なんで僕くんには言っちゃったんだろう。不思議だね。あんたなんかさっさと帰っちゃえばいいんだ。もう夏休みなんか大っ嫌い。
今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。あ、そうだ、感謝の印にご褒美をあげるね。内緒だよ。It's 1:30. ああ、明後日からまた学校か。ああ、明後日からまた学校か。